カヌマ・ハリストス聖教会は、カヌマ市の中心、市役所庁舎近くに立地する。周囲は、緑の多い閑静な住宅地。街道内の様子。正面に、イコノスタシスが見える。アナロイの上に置かれているのは、イコン、アナロイにかけられた布には八端十字架が、刺繍されている。カヌマ・ハリストス聖教会は、栃木県カヌマ市場在木町にあるキリスト教の一つ。 正教会の教会であり、日本ハリストス正教会教団に所属している。教区は東京大主教区に属する。現在の街道は、聖使とペトル・パウェル街道と呼ばれる。二人の伝業者による宣教の結果、この地に街道が建てられた。現在の街道は1991年に新築されたものである。一般の民家を改修したような小綺麗な二階建ての、 木造の街道である。一階が新都会館、二階が聖堂となっている。周囲は歓声な住宅地。カヌマ聖教会の歴史は、アシトニコライがロシア聖教会から派遣され、日本で宣教を開始していた時代に始まっている。多くの人々の信仰と祈りに支えられ、ローに満ちた、伝業の歴史でもあった。 明治期の多くの人々の信仰と努力が当時の教会の活動の記録に残されている。初期の教約者や新虎は新約聖書の私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。という言葉を生きた者として実践し豊かな信仰の実りとして今日のカヌマ聖教会がある。街道の名は聖使とペトル・パウェル街道。 静かな場所にある2階建ての街道。現在のところ上中の司祭は、不在で、前橋の司祭が月に1回ほど巡回し、番頭と朝10時からの生態礼儀が取り行われている。このほか十二大祭りなどに、特別な方針礼が行われることもある。各種方針礼には、信徒でなくても誰でも自由に参、等かの。立地は、完成な住宅地にあり、すぐ近くには、 鹿沼市役所庁舎がある。JR 日光線、鹿沼駅から、西方向に、徒歩で、約20分、または、東武日光線、新鹿沼駅から、北方向に、徒歩で、約15分ほどの距離にある。方針例が行われるのは2010年8月、現在で以下の時間帯だが、臨時に変更される場合があるので、見学等訪問の際には事前に、 前橋ハリストス聖教会に確認した方が良い。ありがとうございます。